おはようございます。本日もね、スカッと晴れた気持ちのいい青空広がってますね。今日最高気温22、3度だったと思います。昨日と同じぐらいかな。ということで、お父さんはですね、朝早くからバタバタとねお仕事に行きました。今日会議らしいですね。帰りはね早いそうです。自分の番が終わったらすぐね出てくるって言っておりましたが、また今日ね5時から試合があるので、それに間に合うように帰ってくるそうです。ということで、私は今日ねお布団洗いたいので、まあお布団洗ったりなんなりしつつですね、お家のことをして、ね、過ごそうと思います。午後のお外探索タイムです。マミ君小さいお仕事してますね。サムちゃんあそこで何か匂い嗅いでおりますが、この陰り方でお分かりいただけるかなと思いますが、今ね4時過ぎぐらいかなと思うんですけれども、私ちょびっとお昼寝しておりまして、ねもんな、ねね下でやんじゅうのよね、一緒にね。ソファーの背もたれに乗って上から見下ろしてくれてましたね。プフー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 ってね鼻息聞こえておりましたが、お昼のお薬はですね、クッキーの上に乗せてあげたら見事にお薬だけねお口から出しまして、これなんでやんじゅうのかねみたいな、ね、顔をしてね、お口ギュッとね入れましたけれども、やっぱりねピルポケット必要ですね。柔らかいおやつでもいいんだけどね、まあ一緒か、ピルポケットとそうなったら一つにしてね、もう一緒にねガニガニっとできるやつがねいいですね。にょにょにょ、ちっちゃなお目目の周りカピカピよー、お邪魔しょねんねしたんだもんね。だってチークイクがいいわよですね。コミックはあの感じは、お今日仕事するかな、場所探してると思うんだけど、ぐる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 してるね。見てるでやんちゅねってちょっと気にしてるかも。お嬢珍しくお茶入るかな。あ、コミックお仕事始まったね。よし、じゃあコミックのお仕事終わって拾ったらねお家入ろうと思います。お父さん帰ってきました。なんちゃん、もうスタンバされてますけど、ちゃんとおみくんお庭タイム来ましたね。今4時半ぐらいから、さっき私4時になるって言ってたけど、時計見たらね3時半前でしたね。5時から試合見るっていうことでね、30分前に帰ってきたよ。5時から始まるって言ってね、だいたい5時ぐらいにいつも帰ってくるんだけど、気合が違いますね。私今ねメイクブラシ洗ってて、それが終わったら掃除機かけてね、でお散歩出ようかななんて思ってます。お父さんはどうするか分かんないけど、今日は明るいうちにねお散歩行きたいですね。お父さん行ってきますからね。お願いします。はい、ということでお散歩ね行ってこようと思います。試合終わってから俺散歩行くって言ってたけど、遅くなるからいいよって言って出ようと思います。とにかくね脇の下毛刈りしてるからお服着せました。サムちゃんもついでに着せたんだけど、いやいや言ってるけど、どうしようかな。今日は高級住宅街ぐるっとしてくるかなと思ってます。それでは行ってきます。ほめ、お父さんが来ると思ってるのね。来ないでやんちょねってずっと後ろ振り返ってんの。おいでポミ、行こうよポミク、行こうよ。当社オルシュバンなんだって。豚豚、行こう、はいで行こう行こう。私オルシュバン、ママと一緒に行こうね。行こうよ。お父さんこないでやんちゅうでずっと言ってる。さあ、じゃあそういうとこはあんま気にしないけどね。行きましょポミタ。はい、行こう。ゴー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 。ダメだな。おいで。ゴー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 。来ないよお父さん。ね。濡らしたプッタ、今プッて聞こえたけど、登ってる瞬間さっきもプッて言ってたけど、どうだ、お腹の調子いかがですか。大きいお仕事はしっかりしたけどね。
お家帰ってきました。前を拭いておりますが、そんなに座り方かわいいな。寒いらしくて、なんか長ズボンまずは履いてきたけど長ズボンってちょっとあれか、ジャージね。これ同じの2つ買ってたのとさ、もうびっくりした私。微妙に色違うんじゃん。いや一緒です。アディダスでお買い物した時に1回目ね、ジャージ欲しいって言って購入してて、2回目もジャージ購入して欲しいって言ってね、その足つぼまってもどうかななんか言ってたので、お父さん前もジャージ買ったけどって思いながらまあ見てたんだけど、したら全く同じだったの。覚えてなかったの。しかも1回目買ったのね。今6時半ですね。私はこれからまだねお洗濯しておりますが、ご飯の支度やらねしていこうと思います。びっくりした、立ちました。さっとれけど、あれをずっと丸めてバン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 叩いててさ、今それをさ天井にバーンってなんだけど、もうサムちゃんずっと怖いわよ言って、私の足元言いましたけど、褒めた足がいらっしゃいますね。何ダムちゃん、舐め立てんの、お父ちゃんのこと。おー、勝った。うん、舐め立てんの、お父ちゃんお怪我ないでしかって、よっしゃーしー。何だろ、何だろ、大丈夫、何してんのどう変な動きしたんだろうね。うん、だろうね。良かったですね。今日はめちゃくちゃ良かったですね、試合ね。完封勝ちです。ね、良かったね、お父さんね。今私はちょうどお肉が焼き上がるところなので、これ切って盛り付けてね、お父さんね、落ち着きましたらね、ご飯にしようと思います。すごい顔、写真撮ろう。ということでね、ひとしきりね喜びの舞を踊りまして、その後ね、まあいろいろ見ておりましたが、やっと落ち着いたようですので、ご飯にしようと思います。何本目ですかそれ。まだ2本目。ということで今日火曜日なのでね、トスターダサラダですね、トスターダ出してあります。好きにとって食べるスタイルです。で、お味噌汁、この下にね敷いてあるねキャベツ余ったので入れました。これでね、かさ増しお味噌汁は最後ですね。ということで山盛りてんこ盛りサラダですけれども、食べようと思います。それではいただきます。お父さん寝てますね。ご飯食べた後すぐにこうやって寝てるけど、今日は会社行ったからちゃんとシャワー浴びてから寝ないよって言ってあるんですけれども、ジャージも着たままでございますが、今日私もお父さんに合わせてね、ブレイブスって書いてありますけれども、パーカー着てるんですね。大きいの着てるねって言われましたが、サニ君はね、おトイレの儀式してトイレから飛び出してきてお尻歩きしておりまして、で落ち着いてね、お父さんの足元で寝てますね。ふみたら今日はひんやりベッドだね。わかりますか、今日こっち向けで寝てくれてるから駆られてるでしょ。たぶんちゃん、お父ちゃんと仲良くしてます。眉間にシワ寄せて寝てるけど、さっきなんかうって言ってサムちゃんみたいな声出してさ、なんかうなされてたけど大丈夫かなと思ったんだけど、なんか怖い夢見たのかしらね。うん、そうなの。うん、いいですね。ちゃんとお風呂入ってください、お父さん。オッケー。でそのパンツにしないでくださいもうちゃんとお風呂入って寝ようね。うん、オッケー。ということで私は洗い物してキッチン片付けましたので、これからね編集開始して、これが時間になりましたらねシャワーして休もうと思います。タニくん、やちゅみママと一緒にゴロゴロしてくれたんでしょよね。ありがとうね。とてもあったかかったでしょ。ごめんね、遅くなってね。気持ちよく寝てたんだけどね、起こしちゃったね。ずっとね喉鳴らしてね、一緒にねそう寝してくれてましたね。とてもあったかくて助かりましたよ。またね一緒にね寝寝してくださいね。よろしくお願いしますね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してください。おやちゅみ、またもおやすみ。ごめんね、起こしましたね。すごく気持ちよさそうにねんねんしてましたね。ママ来たでやんちゅねって起きてくれたんだよね。ねんねん、うん、起きあくべ、ごめんね。今日からね、お薬ね、3回になりましたけれども、いかがでした？うまいお薬がいでやんちゅうなんだよね。うまいお薬にできるようにさ、お父さんとさ、考えましゅのでね。よろしくお願いしますね。お手入れ開始ですか。あよ、うまい。うん、そっか、ちょうどね、ありがとうね、来てくれてね、ごめんね。また寝寝してください。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝寝してください。おやちゅみー。サムちゃんもおやちゅみー。いいとこ入ってるじゃないのよ。お腹のとこ入ってますけど。あてちょっとちょっと寝寝してるのよ、なんだよね。サムちゃんもね、起きて待ってくれてましたね。みんなにおやすみー言い始めたの。ありがとうございます。今日お父さんもね、大きな音出したり、大きな声出してね、騒いでおりましたので、怖いわよ、怖いわよってね、私の後ろ隠れておりましたけれども。怖くないでしょ？お父さん喜んでるの真剣なんでしゅ。ね。もちろんちょっとなんか、なんだそりゃとか言ってたりと
でもあるけどさ、大丈夫だからね。タミちゃんもね、起こしてごめんね。お耳のお手入れしてますの？お手入れ開始しましたけど。じゃあお手入れしたらねんねんしてください。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねんしてください。おやすみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、4時過ぎになります。そう、私編集してからシャワーして寝るなんて言っておりましたけど、編集しようと思ってここ座ってね、どうしてもね集中できなくてね、続かなくて、でソファー座ってサニックの横に座ったんだけど、サニックがそのままねお膝乗ってくれてね、あったかくてねポカポカしてね、ちょっと寝まして、でそしたらねお父さんね狭かったみたいでね起きてね、ポメさんも寝かしてくれて、であっち側に移動したんですけども、お父さんもねシャワー浴びてないんですけれども、まあ私もなんだけどね。でねちょっと前にね目が覚めました。みんなにもお休み言ってないやと思ってね、遅くなってしまってね、もうみんなぐっすりね眠ってたのでね、ささっとねお休み言ったんですが、編集あとねもうちょっとなのでね、それだけね終わらせてからね休もうかなと思っております。ということでね、本日はですねメインのお仕事はお布団を洗ってたんですけれども、まあお家のことをしつつですね、のらりくらりと過ごしておりました。そういえばね、先ほどもねソファーでね寝ましたけどね、お昼もねちょびっとねソファーで昼寝してたななんて思ったんですけれども、今日はどのぐらいぶりかな、全然覚えてないんだけど、最近ねお散歩ね暗くなってからね行くことが多かったのでね、近所一周ばっかりしてたんですが、今日こそ明るい時間に行きたいなと思ってね、高級住宅街ねぐるっとしてまいりましたけれども、私ねあっちの住宅街のハロウィンの飾り見てないから、多分1ヶ月以上行ってなかったじゃないかなと思うんですが、あっちのね住宅街は大きいから、もちろんね自分たちでお飾りされてる方もいらっしゃいますけど、業者の方ねお願いしてねお飾りねされてるお家もね結構あって、今日ね2軒ぐらいかな、お家の方ではなくてね業者の方がね撤収作業ねされておりまして、まあもうね日が暮れ始めてたのでそろそろ終わるよっていう感じだったんですけども、屋根登ってね電飾外したりねされておりましたね。かなり派手にやってたんだなーなんてねいうね雰囲気を感じたんですけれども、なのでやっぱりハロウィンよりもクリスマスのお飾りの方のがよりね皆さんね力入れてねされると思うので、今年のねクリスマスね楽しみだなーなんて思っております。あ、それからですね、私もまだこのねパーカーを着ておりますが、この絵はアトランタの絵ですね。お父さんのですね、もう子供の時からね大好きなですねアトランタブレーブスですね、ワールドシリーズで勝ちまして優勝をいたしまして、日曜日ね負けてしまってでね、ご機嫌あまりよろしくなかったんですけれども、今日はねご機嫌が良すぎてちょっと気が大きくなってるなっていうね感じはあったんですけれども、今年ね進出したとしてもまあどうにかなるとは思ってなかったってね言っておりまして、先日もねちょっとお話しいたしましたけれども、そのね選手の方々もですね怪我したりなんだりでね、チーム自体がね 100% のね戦力ではないっていうのもねあったからだとは思うんだけど、まあ、ですが今日もね完封勝利ってねお父さん言っておりましたけども、7-0 だったっけな、7回だか8回の時に私1回点数確認してるんだけど、それだけやっぱり点数が開いててもスポーツって何があるかわからないから、もうさお父さん真剣ながらさ応援するのに、もう1点もう1点つないで追加点追加点ってね真剣な顔してさ、最初はね CM の間とかねソファー座ってお仕事がまだあったようでね、パソコン開いてメールしたりとかしてたけど、後半になればなるほどねもうね CM でも座ってられなくて、立ったままねああじゃないこうじゃない言ったりね、うろうろしてねもうずっとね興奮状態でね、持ってた冊子でコスコの冊子だったんだけど丸めてね今日の郵便に入ってたんだけど、パン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 さ叩いててさ、太ももめちゃくちゃ叩いてたみたいで、叩きすぎて太もも痛いって言っておりましたけども、その音でサムちゃんね怖がってね、いやーよーってずっとね言っておりましたが、まあねお父さんにとってはねもう勝ってくれてね優勝決めてくれて本当にね嬉しかったんだろうなと思って、何やと思うんですね、私もねブレイブス勝ってね優勝決まってね本当良かったなと思っておりまして、お父さんあんなに大興奮してね真剣にね応援しててね、まあ先日もお話しいたしましたが、そうやって夢中になれることあるってねすごくね人生においていいことだなと思って、生活の潤いになるからね。いつだったっけな、一番最初にブレイブスの試合をサンディエゴに見に行った時かな、お泊まりで行ったと思うんだけど、その時にね若いねこれからの選手をいろんなところからね集めてきて、これからねどんどんとね成熟していって、数年後にはねすごくいいチームになると思ってね、目をねキラキラしながらね試合見ながらね話をねしていたのをね思い出すんですけれども、まあ、私よくわからないんだけど、まあその頃
とね、ほとんどねスタメンのメンバーって変わってないんじゃないかなと思うんだけど、よく見る顔が出てくるからね、まあ、この優勝がね、お父さんの言っていた通りにね、チームとして成熟してね、いいチームにねなったんだなって思って、 その過程をねお父さんずっとね見てて、期待にね胸膨らませて、なのでなおさらね感慨深いものがあるんだろうななんて思ったんですけれども、優勝パレードね、あ金曜日なんだ行くとか聞かれて、どこにって思ったんだけど、アトランタ行くとか言い始めて、仕事あるから行けないやってなっておりましたが、お父さんね、あの小さいねソファーで眠っておりますがね、まだねジャージ着たままですけれども、まだね余韻に浸ってるのかななんても思っているんですが、とにかくですね本当にね真剣にね応援してたのでね、よかったなと思っております。まあ、ということで、先ほどもお話しいたしましたが、私はこれからもうちょっとだけ編集して、まあ、明るくなる前にはシャワーを浴びてね休みたいと思いますので、本日はこの辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。